おはようございます。道具屋親父は辞めました。ラストホープの道具屋です。今日はですね、ご常連の水野様と一緒に、すごい再現流にやってきました。できれば尺イワナを水野様に吸っていただきたいんですけども、そんなうまくいくかどうか分かりませんが、はい、水野さん、はい、今日の抱負をどうぞ。まずは1匹ですね。 あの天然のものをゲットしてですね、はい、元気ですね。いえいえ、じゃあ天然の20センチのイワナ釣ったらもう帰りますか。いや、あのその後は欲出します。あー、オッケーオッケー、分かりました。じゃあどんどん欲を出してくださいね。はい、はい、というわけで最後まで頑張るぞ。谷に降りてきました。500メートルぐらいのところをロープを伝って慎重に降りてきましたね。はい、はい、で500メートル降りた後、朝一つかかずにフライを結んでいる、さすが水野名人。はい、汗だくです。今日のフライは何かというと、今日はじゃーん、あ、これはブルーダウンの14番でいきます。はい、じゃあこれは確か伊藤さんが巻いた不朽の名作ブルーダウン14番のブルーダウンのパラシュートですね。はい、はい、これで釣れるとまたフライがうぐぐぐぐ。コマーシャル。エビはひなたばこせんとね。隠れてるつもりなの君。あ、いいサイズじゃん。まあまあだね。手で持ってきてくれる？
アマゴだとさ、あとスパーッと中でパーッと出てくるから割とさ綺麗に取れるんだけどさ、イワナは取るのが難しいよな。左は今さ、うまいこと今も回っとった。もうそれで行こう。はい、水野さんおめでとう。ああ、綺麗なイワナですね。はい、オッケーです。じゃあ2人揃ってありがとうって行こう。はい、ありがとう。ちょっと慎重にやってな、上で気づかれるとまずい。こっち見せてくれる？OKOK。でも27か8ぐらい、ありそうだよね。おい、オッケーオッケー。いいさ、あ、いい、サロナンド、あ、いい、この方が迫力があって、あ、でかいでかいでかい。おー、はい、釣ったのはこの人でーす。はい、オッケー。